いくら探しても見つからねえ。ひょっとしたらもう家に帰ってるのかも。落ちねえ。なんでだよ。戯れは終わりじゃ。やめだやめ、初めっから無謀だったんだよ。さあ今回もまた俺の一人相撲。いつも通り空振りしちまった。大野と会いてえな。ハロお、ハロもう70連勝にもなるぞ。夕方からずっとこの調子だ。こんなすごい子川崎にいたか。いや、あっちの子は言うまでもないが、今回のビジャモン使いもなかなか。おうおう、なんつー反射神経だ。何をやってもガーキャンで跳ね返してきやがる。相変わらずとんでもないお嬢様だぜ。ようやっと見つけたぜ。所持金残り50円であの快挙を成し遂げてたのか。帰りの電車賃どうするつもりだったんだよ。飯でも食いに行くべ。